母さんの外食日記の動画スタートです。チャンネル登録よろしくお願いします。こんにちは、母さんの外食日記です。今日はですね、焼肉の感激どんどん、これ動画出すの2回目なんですけど、こちらのお店ですね、結構以前動画撮って結構桜肉とか牛タンとか美味しかったんでまた来ちゃいました。でお店の中入ってですね、動画の方を皆さんに紹介したいと思います。さあ行くぞ。国産牛が食べ放題でこの価格はとてもリーズナブルだよね。焼肉のタレは全部で6種類あり、まずは手前のタレから甘口タレ、激辛タレ、大根おろしタレで、こちらがレモンタレで、そのお隣が辛口のタレで、そのお隣が塩タレになりますと、こちらが白ごまかな。それとあとこちらにあるのが、これ薬味じゃないけど爪楊枝、それとこれが胡椒かな、とこちらがピンクソルト、あとお隣がコチュジャン、こちらが卓上装備になります。厚切り牛タン、結構大きめなタンが食べやすい大きさにこうカットされて皿に盛り付けてあって、すごい食べやすそうでいいよね。こちらが桜ユッケ10人前、ユッケの卵が大量。これね、この桜ユッケは一気に10人前注文してて、5人前5人前で10人前あります。卵すごいでしょうね。まあユッケお腹いっぱい食べるっていう動画なかなかないと思うんで、ほら5人前5人前、2つ足して10人前、桜ユッケなかなかないと思いますんで。でこちらが牛タンの刺身、こちらの方ですね、3人前頼んでみました。さすがにちょっと10人前ちょっと無理かなと思って3人前にしました。で薬味の方がネギと、あとこれわさびだね。でいただきます。こちらが牛タン刺身で、こちらが牛フィレステーキ、すごいうまそうだよね、赤身のお肉でね。こちらも食べやすいようにカットしてあります。とこちらが脂が乗ってる特選カルビ、霜降りがすごいやばいぐらいいい感じだよね。うまそうな感じが伝わってくると思いますけども、こちらは特選カルビ。ではマスクの方外していただきます。ではまず最初に食べるのがこちらの牛刺し、ほら牛タンの刺身、わ美味しい。今度ネギとわさび入れて、ほらよーくつけてパクッといっちゃいます。うわ美味しい、一気にこれ3人前頼んでるからね、うん、すごい美味しいです。でいよいよこちらがじゃじゃん、桜ユッケ、これ5人前ですね。こちらの方卵、ほらこっちに別添えであるんだけど、ほらいっぱい入ってるでしょこれ卵。なかなかユッケでお腹いっぱい食べるって動画ってないと思うんで、自分の動画では桜ユッケをお腹いっぱい食べちゃってます。この感激どんどんのすごいところっていうのは、こういった桜ユッケとか牛タンとかのお刺身も食べ放題でいっぱい食べれるところがすごい素晴らしいって思いますね。感激どんどんはコスパがいいからリピーター多そうだよね。コスパ最強だよ。さてユッケの卵なくなってきたから、卵の方ちょっと補充しちゃおうかな。つるつるつるっと、よし補充完了。ほら卵4つぐらい入れちゃった。でよく混ぜ混ぜして、あうまそう、うわクリーム、ほら卵の黄身と絡み合ってうまそうっしょ。味うまいわ。マジ美味しい。こんなにお腹いっぱい桜ユッケ食ったの今回が初めてかもしんない。マジうまかったです。
て今から焼くのは食べやすい大きさにカットされた厚切り牛タン、こちらの方焼いていきます。厚切り牛タン、ひっくり返します。お、ちょっと炎強いかな、早めにひっくり返さないとな、やべえぞマジ。よいしょ、ひっくり返して、よいしょ、ひっくり返し完了。焼肉の友ライライス、うまそう。最初にレモンダレ、これは牛タン食べるときに使うね、レモンダレ、レモンダレとレレン甘口のタレ、甘口のタレ入れて、残りのスペースのとこに辛口入れようと思ったけど、さっぱり食べたいから塩ダレ、塩の食べるのって美味しいよね、なんでね、塩で食べる、塩だれ、よいしょ。じゃ一番右が、手前がレモンダレで、真ん中が甘口のダレで、一番左が塩だれ、この3種類で焼肉の方攻めていきたいと思います。これは塩だれに入れて、塩だれとレモンダレと塩だれか、こっちが塩で、レモン、特選カルビ、この特選カルビね、霜降りでね、すっごいなんかうまそうなんだよね。バンバン焼いてバンバン食べちゃいましょう。あ、うまそうだよね、特選カルビ、うわうまそう。時間が経って特選カルビが焼き上がりました。ご飯にバウンドさせて食べる、絶対うまいやつや。柔らかくてうまい特選カルビ。甘口タレで食べて、今度は塩タレ。ノーマルもいいけど、お肉の脂といい感じにあっさりさっぱり食べれる塩タレはかなり美味しいし、おすすめだね。希少部位のミスジも焼いてっちゃいましょう。ミスジはね、これね、2人前頼んじゃってます。お、この石焼きの石焼きダブルチーズビビンバ、いっとかないとね。こちらが石焼きダブルチーズビビンバです。チーズいっぱいかかってるよね、ダブルチーズだからね。この石焼きのこの入れ物の中のビビンバとチーズをよーくまんべんなく混ぜ合わせていきます。よいしょ、うわもう下の方くっついてんな、よいしょ。じゃあ
じゃあここからは早回しでですね、混ぜ合わせていっちゃいます。湯気すごいよね。ほらよいしょ、ほらお焦げみたいになってて、うまそうだよね。じゃあ早回しで回しちゃいます。はい、こんな感じでですね、よく混ざりました。ではいただきます。おお、熱っ、すごい熱い。おお、すごい熱いけどうまい。ほらチーズがビヨーンって伸びてるのね。フーフーして、おお、すっげえうめえな。やっぱ辛いのとさ、チーズって合うよね。ちょっと鼻水も出てきたりしてんだけど、わ、うまい、辛うまです。母さんの外食日記の感激どんどんの動画もいよいよクライマックスです。あとちょっとだけお付き合いください。よろしくお願いします。最後に食べるこちらの石焼きは何でしょうか？正解は石焼きプルコギです。桜ユッケで余った卵を石焼きプルコギに入れて食べます。石焼きのプルコギを卵で閉じて食べるみたいな、そんな感じの味になると思うんでやってみてます。さあどんな感じになるでしょう。結構いい感じになると思うんだよね。結構なんでもさ、卵で閉じると本当美味しいもんね。母さんは石焼きプルコギを卵で閉じてます。じゃあ出来上がったんで食べてみましょう。お、意外とやっぱ美味しいね。やっぱ意外とっていうか、あー、プルコギの中にやっぱりあれだね、卵の優しさというかふわふわな感じで、これも大成功で美味しかったです。これネギかな、ネギも卵でコーティングされてて美味しいんだよね。うわ、うま、超美味しかったです。ごちそうさまでした。本日も動画のご視聴ありがとうございます。自分の動画を見てうまそうだなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントの方よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。